ただいまより、東京都市計画道路、都市高速道路、第1号線などの変更案、及び環境影響評価書案についてご説明します。本日ご説明する内容は、一つ目として、首都高速都心環状線、新京橋連結路、地下の概要について、二つ目として、新京橋連結路を都市計画に定めるために作成した、 都市高速道路第1号線などの変更案などについて、3つ目として新京橋連結路建設事業の環境影響の予測、評価について、最後に4つ目として都市計画と環境影響評価の手続きなどの今後の進め方についてご説明します。はじめに首都高速都心環状線。 新京橋連結路の計画策定の経緯をご説明します。まず最初に新京橋連結路の計画位置についてご説明します。左の図は首都高速道路の広域図。右の図は都心環状線の拡大図です。本日ご説明する新京橋連結路は都心環状線と八重洲線を地下で結ぶ赤い線の区間であり、 八重洲線とともに、都心環状線の一部を形成します。黒い線の区間は、首都高速道路の老朽化対策として、大規模更新事業が行われる区間です。神田橋ジャンクションから江戸橋ジャンクションまでの日本橋区間は、地下化工事中です。新京橋連結路が接続する築地川区間は、銀座から京橋までの擁壁、掘割構造であり、今後、 老朽化した溶壁の取り替えなどを行う予定です。なお、青い丸で示す高速晴海線は、都市計画決定されているものの、未着手となっています。続いて、新京橋連結路を計画する契機となった日本橋区間地下化事業について、ご説明します。日本橋周辺では、首都高が川の上空を通過しており、 周辺景観に与える影響についてさまざまな議論がされてきました。このような状況の中、2014年に日本橋区間を含めた首都高の大規模更新計画が策定され、2016年には日本橋周辺のまちづくりの取り組みが国家戦略特区の都市再生プロジェクトに追加されました。この機会を捉え、まちづくりと連携して首都高を地下化することにより、 日本橋川周辺の景観や環境の改善を図ることとしました。2018年、首都高日本橋地下化検討会において計画案を取りまとめ、2020年地下化工事に着手しました。日本橋区間の地下化にあたっては、交通が集中する江戸橋ジャンクション周辺の渋滞緩和を図るため、 江戸橋ジャンクションの都心環状線連結路を廃止し、都心環状線を利用する車を八重洲線に転換させることとしました。これにより、箱崎ジャンクションを先頭とする渋滞の長さが半減するものと試算しています。一方で、八重洲線と接続する京系線は、大型車の通行に対応していないことから、 都心環状線を利用するバスや貨物車などの大型車の交通機能確保策の検討が必要になり首都高都心環状線の交通機能確保に関する検討会を設置しました検討会では大型車の交通機能確保策として京 k, k 線の構造強化案を含めて検討した結果新たな都心環状ルートとなる新京橋連結路を整備することとしました その理由として、右側の KK 線の構造強化案は、前線において補強工事が必要となるなどの課題がある一方、左側の新京橋連結路整備案は、主に KK 線の下の地下空間を通過し、老朽化した擁壁の取り替えなどを行う、築地川区間の大規模更新事業との連携が可能であり、未着手となっている春線の整備によるネットワークの進展などにより、 一般道を含めてさらなる交通の円滑化が期待されます一方で京京線は通貨交通が新京橋連結路に転換するため自動車専用の道路としての役割が大きく低下しますこのため東京都は有識者などから提言を受け昨年3月東京高速道路京京線再生方針を策定しました 再生方針を踏まえ、今後、歩行者系機能を有する空間として、新たに都市計画を決定します。続いて、新京橋連結路の整備計画の案をご説明します。この図は、新京橋連結路の平面図です。KK 線の地下空間を活用し、図面左側の八重洲線と、 右側の都心環状線、築地川区間を最短ルートで結ぶ延長約1120メートルの連結路であり、車線数は往復2車線で計画します。また、連結路の整備に合わせて、換気所の作り替え、管理施設の設置、出入り口の開廃、築地川区間の擁壁の取り替えなどを行います。この図は、縦横比を約7対1とした。 新京橋連結路の縦断図です。延長約1 1 2 0ルのうち約1 0 3 0ルがトンネル構造で約9 0ルが擁壁掘割構造です図面左側の八重洲線接続部から JR 京葉線を上越しし外堀通り内に設置するシールド縦口までの青の区間は地上から掘削して構築する改作トンネルです そこから先のピンクの区間は地上からの掘削が不要なシールドトンネルとなり地下鉄銀座線と浅草線の下をくぐりながら地上に上がり擁壁掘割構造の築地側区間に接続します下の図は八重洲線接続部の改削トンネルの横断図です外堀通りの地下にトンネルを構築します下の図は、 シールルドトンネルの横断図です。中央通りとの交差部付近では地上からトンネルの上端までの深さは約3 0メートルです。主に都有地に位置する KK 線の下の地下空間を通過しますが青い枠の範囲では私有地を通過するため都市計画決定後に用地保証説明会を開催し 区分地条件を設定する上での保証内容などをご説明します。下の図は、築地川区間との接続部の横断図で、洋壁・掘割構造です。築地川区間の東側の青い枠の範囲を拡幅する必要があるため、都市計画決定後に、用地保証説明会を開催し、土地をお譲りいただく上での保証内容などをご説明します。 続いて、新京橋連結路の換気所・管理施設についてご説明します。まず、千代田区丸の内1丁目付近の梶橋換気所です。新京橋連結路の整備に伴い、現在の換気所機能を拡充する必要があるため、作り替えを行います。地上部の換気筒は、元凶と同程度の高さ及び幅での作り替えを予定しています。 続いて、中央区新富一丁目付近に新たに設置する管理施設です。換気所機能の拡充に伴い、機能の一部を担う管理施設を設置し、排水設備、避難誘導設備、管理事務所などを設置します。続いて、新京橋連結路の整備と関連する工事の内容についてご説明します。最初に、仮称。 丸の内入り口についてご説明します。この入り口は八重洲線の北行きの入り口で外堀通り内に新設します。改修する季節の丸の内出口とともに、日本橋区間の地下化に伴い廃止された江戸橋出入り口の機能や、今後廃止される京京線の土橋入口、新橋出入り口の機能を受け持ちます。続いて、 築地川区間の大規模更新の概要についてご説明します。築地川区間では老朽化した擁壁の取り替えなどを行う大規模更新を予定しており、急カーブの解消や道路上部空間の活用など、周辺のちづくりと連携した更新計画を検討しています。また、晴海線との接続を見据え、その接続形態や 文豪流部の付加車線の設置について検討しています。築地川区間のうち、新金橋から亀井橋までの区間については、新京橋連結路の整備と同時に、老朽化した擁壁を更新します。わせて、この区間をまたぐ橋の架け替えにより、曲線部の線形改良や、車道内橋脚の撤去を行い、走行安全性の向上を図ります。また 京橋入り口は、新京橋連結路の導入空間を確保するため、廃止します。その代替として、新富町出口を廃止し、京橋入り口と同じ、外回りの入り口に改修します。この図は、築地川区間の三好橋から亀井橋までの横断図です。この区間は、新京橋連結路のすりつけや、新富町出口の 入り口化と合わせ、老朽化した擁壁の取り替えを行うとともに、付加車線などの空間を確保します。続いて、新京橋連結路の工事工程のイメージをご説明します。新京橋連結路は、日本橋区間地下化の工事工程と合わせて事業を実施する必要があり、2035年度の開通を目標としています。工事期間は、 約12年程度を予定しており今後周辺のまちづくりや築地川区間の大規模更新事業と連携し工事工程の詳細を検討していきますなお現在進めている各種法令に定められた手続きの完了後速やかに工事着手する予定ですまた日本橋区間の地下化工事にあたっては八重洲線の通行止めを前提として検討しています 八重洲線が通行止めになると、京京線は自動車専用の道路としての役割が大きく低下することから、京京線の再生へ、歩行者空間化は、八重洲線通行止めや周辺町づくりの動向などを勘案し、2020年代中頃の事業着手を目標としています。ここまでが、首都高速都心環状線、新京橋連結路、地下、についてのご説明でした。 続いて、東京都市計画道路、都市高速道路、第1号線などの変更案などについて、路線ごとにその概要をご説明します。まず最初に、都市計画変更の対象となる都市高速道路の各路線について、概要をご説明します。ピンクで示す第1号線は、大田区羽田の神奈川県境を起点とし、台東区北上野に至る路線であり、 浜崎橋ジャンクションから江戸橋ジャンクションまでの区間は都心環状線の東側を構成しています。オレンジで示す第4号線は世田谷区北烏山の外間接続部を起点とし、西銀座ジャンクションで京系線と接続する路線であり、三宅坂ジャンクションから神田橋ジャンクションまでの区間は都心環状線の北側を構成し、 神田橋ジャンクションから西銀座ジャンクションまでの区間は八重洲線です。緑で示す第8号線は汐留めジャンクションを起点とし、西銀座ジャンクションを経由して京橋ジャンクションに至る路線であり、その大部分は京京線です。青で示す晴海線は篠の目ジャンクションを起点とし、築地付近で第1号線と接続する路線であり、 篠ノメジャンクションから晴海出入り口までの区間は暫定2車線で開通しており、その他の区間は未着手となっています。それではまず、都市高速道路第1号線の変更概要についてご説明します。左の図は規定の都市計画を示しており、右の図の変更概要は赤が追加、黄色が廃止。 緑の車線部がすする区間を示しています赤い線で示す新京橋連結路は第1号線に付属する連結路として都市計画に定めます。梶橋換気所については第4号線に位置づけられていますが新京橋連結路の建設に伴い作り変えるため区域を拡大するとともに第1号線に位置づけます。合わせて 避難誘導設設設備などの管理施設を設置しますまた第1号線である築地川区間のうち新京橋連結路の整備と同時に更新する区間については拡幅するため一部区域を変更します出入り口は京橋入り口を廃止し仮称新富町入り口を設置するとともに東銀座出口を第8号線から編入します また、新京橋連結路のシールドトンネル区間の一部において、道路を整備する立体的な範囲を都市計画上を明確にすることにより、建築の自由度を高め、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、立体都市計画制度を適用します。この図の斜線部は、立体都市計画制度を適用する区域を示しています。 外径11.8メートルのトンネルの外側に、維持管理に必要な幅1メートルを加えた車線の範囲を、都市計画道路の立体的な範囲として定めます。続いて、都市高速道路第4号線です。第4号線の終点の位置は、第8号線である京京線との接続部から、新京橋連結路との接続部に変更します。 これに伴い、終点の位置と延長を変更します。神田橋ジャンクション以南は、2車線で計画する新京橋連結路と連続した区間となるため、4車線から2車線の連結路に変更します。また、仮称、丸の内入口を設置するとともに、季節の丸の内出口を改修するため、一部区域を変更します。続いて、都市高速道路。 第8号線です。第8号線は、出入口を含めて、全線廃止します。なお、東銀座出口と首都高の区間は、第1号線に編入します。続いて、都市高速道路、晴海線です。新京橋連結路の設置に伴い、晴海線は、第1号線と京橋付近での接続が困難になるとともに、 晴海み線の一部である新富町出口を廃止して入り口化するため、今回の変更では自動車専用道路として機能しなくなる下り線の一部を廃止します。これに伴い終点の位置と延長を変更します。最後に補助第153号線です。補助第153号線は三吉橋を起点とし、 晴海橋西交差点に至る幹線街路です。今回の変更で、新富町出口を入り口化することに合わせ、入船橋交差点付近に計画されている立体交差の用否を検証したところ、平面交差点で交通処理が可能なことが明らかになったため、立体交差計画を廃止します。これに伴い、起点を入船橋交差点が位置する明石町に変更し、 合わせて延長、福音を変更するとともに、全線において車線の数を定めます。続いて、築地川区間と晴海線の計画見直しの方向性についてご説明します。まず、晴海線の延伸計画についてご説明します。晴海線は、都心と臨海部との連携を強化するとともに、臨海部の交通分散や 利便性向上に寄与する路線として1993年に都市計画決定されこれまでに晴海から篠東目ジャンクションまでの区間が開通しています未着手となっている築地から晴海までの区間は新京橋連結路と連続したネットワークを形成することで首都高の中でも特に交通が集中する江戸橋ジャンクションや箱崎ジャンクションなどの渋滞ポイントを避けて 都心と湾岸線の相互アクセスを可能にするなど高い整備効果が見込まれます続いて築地川区間と晴海線の計画見直しの方向性についてご説明します左の図は規定の都市計画を示しています晴海線の下り線は京橋付近で上り線は銀座 S 字カーブ付近でそれぞれ 1> 第1号線である築地川区間と接続する計画です。右の図は、先ほどご説明した今回の変更概要です。新京橋連結路の設置に伴い、晴海線のくらり線を一部廃止します。今後の検討の方向性を右の図に示します。周辺の街づくりと連携し、築地川区間と晴海線の都市計画を見直します。 具体的には S 字カーブを改良する銀座付近に春海線の下り線を追加し築地川区間の北側のみとの行き来が可能な接続形態とします合わせて築地川区間の文豪流部において付加車線を設置しますまた春海線は築地付近における都心方面出入り口の設置や築地市場跡地を通過するルートについて検討しますここまでが 東京都市計画道路、都市高速道路、第1号線などの変更案などについてのご説明でした。続いて、新京橋連結路建設事業の環境影響の予測、評価について、評価の項目から順にご説明します。環境影響評価の項目は、対象事業の事業計画の内容や、環境の地域特性を踏まえ、 さらに、調査計画書に対する知事の震災検証などを勘案して選定しました。選定した項目は赤い表示で示す通り、大気汚染、騒音、振動、地盤、水循環、景観、史跡、文化財、自然との触れ合い活動の場、廃棄物の8項目です。続いて、 環境影響の予測に用いた計画交通量についてご説明します。図の数値は1日あたりの計画交通量を示しています。上段が計画道路である新京橋連結路の共用時点。下段が道路ネットワークの整備完了時点であり、新京橋連結路の交通量は片方向で約1万5000台から、 1> 約1万7000台程度と見込んでいます。それでは、各項目の予測・評価結果をご説明します。はじめに、大気汚染についてご説明します。工事の施工中及び工事の完了後の影響を予測・評価しました。工事の施工中の予測地点は、建設機械の稼働について図の1・2に位置する。 工事施工工付近、工事用車両の走行について図345の主な搬出入ルートの全5地点としました工事の施工中の予測評価結果は NO2 二酸化窒素および SPM 浮遊粒子状物質ともに全ての予測地点で評価指標とした環境基準を満足します 工事の完了後の予測地点は、自動車の走行について、図の1、2、3に位置するトンネル口口付近、換気所の共用について、図の4に示す、かじ橋換気所周辺の全4地点としました。工事の完了後の予測評価結果は、NO2、二酸化窒素、および SPM、浮遊粒子状物質ともに、 全ての予測地点で評価指標とした環境基準を満足します。大気汚染に関する環境保全のための措置です。工事の施工中は、工種、作業内容などを踏まえ、工事施工ヤードに仮囲いなどを設置します。また、最新の排出ガス対策型建設機械などの使用、工事の平準化、運行ルートの分散などに努めます。 工事の完了後はトンネル内空気を換気所島頂部から上空高く吹き上げ拡散させます。以上が大気汚染についてのご説明でした。続いて騒音、振動についてご説明します。工事の施工中及び工事の完了後の影響を予測・評価しました。工事の施工中の予測地点は 大気汚染の工事の施工中と同じ全5地点としました。工事の施工中の予測評価結果は、騒音、振動ともに、昼夜間、すべての予測地点で、評価指標とした、韓国基準、環境基準、および規制基準を満足します。工事の完了後の予測地点は、自動車の走行について、図の1に位置する。 トンネル口口付近、換気所の共用について、図の2、3、4に示す梶橋換気所及び管理施設周辺の全4地点としました。この図は、トンネルの口口付近に位置する予測地点1の断面図です。騒音の予測は、敷地境界の地上1.2メートルと4メートルの高さで、振動の予測は、 敷地協会の地の盤面上で行いました。なお都心環状線の中央分離帯には直壁の高さ3メートル、張り出し部の高さ4メートルの遮音壁を設置する条件で予測を行いました工事の完了後の自動車の走行にかかる予測評価結果は騒音振動ともに昼夜間すべての予測地点で評価指標とした環境基準 および規制基準を満足します。工事の完了後の換気所の共用にかかる予測・評価結果は、騒音、振動、低周波音、いずれも全ての予測地点で評価指標とした条例基準、および一般環境中に存在する低周波音圧レベルなどの参考値を満足します。騒音、振動に関する 環境保全ののための措置です工事の施工中は、工種、作業内容などを踏まえ、工事施工ヤードに仮囲いなどを設置します。また、低騒音・低振動型建設機械の使用、低騒音・低振動工法への変更など、適切な工事方法を検討します。工事の完了後は、都心環状線の中央分離帯に、遮音壁、 および排水性舗装を採用し、換気所には、消音装置を配置し、騒音の低減に努めます。以上が、騒音・振動についてのご説明でした。続いて、地盤および水循環について、ご説明します。工事の施工中および工事の完了後の影響を予測・評価しました。予測地点は、 工事の施工中及び完了後ともに図の1、2に示す改作トンネルの区間と図の3に示すシールドトンネルの区間としました。まず、改作トンネルの区間の予測評価結果です。厚密沈下量は工事の施工中及び工事の完了後で許容最大沈下量以下となります。また、地下水位の変化量は 工事の施工中、及び工事の完了後で、おおむね季節変動の範囲内となっています。これらのことから、地盤の変形及び地下水位の変化の程度は小さいと予測します。次に、シールドトンネルの区間の予測評価結果です。掘削工事範囲の大部分が南東水層に位置しており、周辺の地下水は、ほぼ平行に流動していると考えられ、 地下水の流動阻害はほととんど発生ししないと予測します。またシールドトンネルは遮水性の高い構造物であることから地下水位に与える影響は小さいと考えられ地盤および地下水位の変化の程度は小さいと予測します地盤および水循環に関する環境保全のための措置です工事の施工中は改作トンネルの工事では 遮水性の高い土留め壁、止水のための地盤改良などの採用により、地盤の安定性向上、および地下水流出の防止対策を行い、地下水位のモニタリングによる適切な施工管理を行います。シールドトンネルの工事では、掘削に伴う土砂排出量の管理、掘削回転量の調整、掘削面からの地下水流出などに十分留意し、 工事の影響を常にモニタリングしながら適切な施工管理を行います。工事の完了後は改作シールドトンネルともに遮水性の高い構造物とすることで地下水流出を抑止します。以上が地盤及び水循環についてのご説明でした。続いて景観についてご説明します。工事の完了後の影響を予測評価しました。 予測地点は図の1に示す新金橋付近図の2に示す有楽橋交差点付近図の3に示す梶橋交差点付近としました各予測地点において現況写真から工事完了後の完成予想図であるフォトモンタージュを作成し予測しましたまず1の新金橋付近の眺望の変化を示します 一部のビルなどの建築物が改変され季節の京橋入り口が廃止されるとともに新たに管理施設が出現しますが管理施設の高さは周辺の建築物より低くすることで人工物の多い周辺の街並みと一体となった景観となり影響は小さいと予測します次に2の有楽橋交差点付近の眺望の変化を示します 外堀通りに、新たに仮称、丸の内入り口が出現しますが、地上の構造物は、擁壁構造、および表示板などの道路付属施設のみとすることで、人工物の多い周辺の町並みと一体となった景観となり、影響は小さいと予測します。次に、3の、梶橋交差点付近の眺望の変化を示します。梶橋換気所は、 元凶も存在する換気所であり、周辺の建物群と一体的な景観として認識されていることや、現在と同じ場所に元凶。以下の高さ及び幅での作り替えを予定していることから、影響は小さいと予測します。景観に関する環境保全のための措置です。管理施設は建物の高さを周辺の建築物よりも低くし、火傷。 丸の内入り口は地上の構造物を擁壁構造および表示板などの道路付属施設のみとし、かじば換気所は現在と同じ場所に現況以下の高さおよび幅で作り替え、景観の確保に努めます。また、色彩、衣装、外交などについては地域の景観づくりに寄与するように今後詳細な検討を行い、景観に配慮します。以上が 景観についてのご説明でした。続いて、史跡・文化財についてご説明します。工事の施工中の影響を予測・評価しました。まず、文化財の予測・評価結果は、対象事業地沿道には、国登録の文化財である大野屋総本店店舗と、中央区指定の文化財である 京橋の親柱が存在しますが、いずれも工事による直接の改変はありません。次に、埋蔵文化財放送地の予測・評価結果は、対象事業地内には、丸の内1丁目積、対象事業地沿道には、丸の内3丁目積、中央区ナンバー8遺跡、および八重洲2丁目第2次石跡が存在し、対象事業地 及びその沿道は江戸遺跡の範囲内に位置していますが教育委員会からの指示及び関係機関との協議に基づき事前に適切な対応を図り影響の低減に努めます史跡文化財に関する環境保全のための措置ですシールド区間の工事では掘削に伴う土砂排出量の管理掘削回転量の調整 掘削面からの地下水流出などに十分留意し、工事の影響を常にモニタリングしながら、適切な施工管理を行います。文化財等管理者、教育委員会からの指示、および関係機関との協議に基づき、事前に適切な対応を図ります。新たな埋蔵文化財などを確認した場合は、文化財保護法に基づき、関係機関と協議し、適切な対応を図ります。 以上が史跡文化財についてのご説明でした。続いて、自然との触れ合い活動の場についてご説明します。工事の施工中及び工事の完了後の影響を予測評価しました。予測地点は工事の施工中及び完了後、ともに図の1に示す。楓川新富橋公園図。 2に示す築地川亀井橋公園、図の3に示すウォーキングコースである京橋コースの全3地点としましたまず公園の予測評価結果です工事の施工中は楓川新富橋公園および築地川亀井橋公園を一時撤去しますが当該公園の近傍にはそれぞれ代替となる 新金橋自動遊園、京橋公園、及び築地川岩井橋公園が存在するため、著しい影響を回避できることから、影響は小さいと予測します。工事の完了後は、同位置に同規模の公園の復旧を行うため、影響は小さいと予測します。次に、ウォーキングコースの予測評価結果です。工事の施工中は、 コースの一部である三吉橋を一時撤去しますが、近傍には代替となる築地橋が存在するため、著しい影響を回避できることから、影響は小さいと予測します。工事の完了後は、三吉橋の掛け替えにより、元凶と同様のコースが維持されることから、影響は小さいと予測します。自然との触れ合い活動の場に関する環境保全のための措置です。 工事の施工中は、公園の一時撤去・復旧にあたって、効率的な工事方法を検討し、影響の低減に努めます。また、代替となる近傍の公園やウォーキングコースの案内などを現地に設置するなど、歩行者への迂回を促します。工事の完了後は、公園の復旧にあたって、中央区の計画・構想などに基づき、 地域の要望に配慮しながら中央区との調整を行い公園の魅力向上や利便性の確保に努めます以上が自然との触れ合い活動の場についてのご説明でした最後に廃棄物についてご説明します工事の施工中の影響を予測評価しました予測評価結果は建設廃棄物 建設発生度の再利用、再資源化について、東京都建設リサイクル推進計画の達成基準値を上回るよう努め、関係法令などを遵守し、適切に処理することから、事業者の責務を果たすと考えます。廃棄物に関する環境保全のための措置です。東京都建設リサイクル推進計画に定める再資源化率などを目標とし、 建設廃棄物及び建設発生度の再生利用に努めます。再資源化が困難な廃棄物は、関係法令に示される方針に基づき、適正に処理します。関連するガイドラインなどに基づき、建設発生度の有効利用、建設欧米の発生抑制、再生利用、適正処理に努めます。計画、設計段階において、 廃棄物などの発生抑制計画、余剰剤を発生させない施工計画を検討します。シールド区間において排出される差出度に対する余剰泥水などの処理のため、対象事業地外の施工ヤードの確保などに努め、建設資材として有効利用することに努めます。道路の区体や路盤材などには再生材を活用することに努めます。以上が、 廃棄物についてのご説明でした。ここまでが環境影響の予測評価についてのご説明でした。最後に都市計画変更と環境影響評価の手続きなどの今後の進め方についてご説明します。まず都市計画の変更手続きと環境影響評価の手続きについてご説明します。 本日の説明会は都市計画変更案と環境影響評価書案の説明会になります。両案については意見書を提出できます。都市計画変更案に対する意見書の用紙は東京都の見解を付して都市計画審議会に提出します。環境影響評価書案の意見書に対しては見解書を作成し都民の意見を聞く会を経て 環境影響評価書を作成し、提出します。環境影響評価書は、都市計画審議会において、都市計画変更案を審議する際の参考とされます。都市計画変更案は、都市計画審議会を経て、さらに国土交通大臣の同意を得て決定します。なお、告示や工事をする際には、東京都広報でお知らせします。また、 都市計画変更案と環境影響評価書案は都庁や関係する区役所で閲覧できるほか東京都のホームページでも情報提供します続いて都市計画変更案の縦覧と意見書の提出についてご説明します縦覧期間は12月14日水曜日から12月28日水曜日まで東京都庁 千代田区、中央区、及び港区の各区役所にてご覧いただけます。また、東京都都市整備局のホームページでも情報提供をしています。意見書は、12月28日水曜日まで提出できます。続いて、環境影響評価書案の従覧と意見書の提出についてご説明します。従覧期間は、 12月14日水曜日から令和5年1月18日水曜日まで東京都庁東京都多摩環境事務所千代田区及び中央区の各区役所にてご覧いただけるほか東京都環境局のホームページでも情報提供をしています意見書は令和5年2月2日木曜日まで提出できます最後に 事業の手順について、ご説明します。都市計画決定後首都高速道路株式会社と東京都が事業者となり都市計画事業の認可を取得する予定です今後も事業の節目ごとに地域の皆様や知見者の皆様を対象に説明会を開催するなど丁寧に対応させていただきます以上で説明を終わります ご清聴ありがとうございました。